時キハーラの流出口側。時キハーラは、宮城県登米市と里町にある新井関である。脇谷新井関と共に北上川と、旧北上川を分流する施設である。1932年に竣工した。日本の分水石技術霊明期に建設された希少な建築物であることから、2004年に北上川分流施設群の一つとして、 土木学会戦争土木遺産に認定された。また、老朽化した時払雷石を保管するため、上流側に新しく時破水門が建設され、2006年に竣工した。固定石であり、一定量の水流を分水するために、石の下部に暗渠が通っている。これは、オリフィス構造と呼ばれる。 水が通る部分は、幅0.94メートル、高さ1.35メートル、長さ37メートルのコンクリート暗挙18門で構成される。この上部には石張りが施行され、右岸側に魚道が通っている。建造当初は、石の上に堤防がが、が盛り付けらら、れる予定だっったた地盤が良くなかかことから堤防の構築は中止され、石の規模も縮小された。通常時は、 暗渠から一定の水量が旧北上川へ流れ出るが、洪水時は石の上を水が越流する。1916年着工、1932年竣工、工費約36万円。北上川漁協が受精卵を提供して、秋にはここで酒漁が行われる。洪水対策用の水門で、時原遺跡のすぐ上流に建設された。 トキハーライズ駅に対する景観上の配慮からライジングセクターゲート方式の水門として設計された。ライジングセクターゲートは水門が回転して流路の開閉を行うもので昇降式水門に比べて周囲の景観に対する圧迫感が少ない。トキミ水門のライジングセクターゲートの規模は幅12.5メートル有効降参。5メートルで これの二連構造である。油圧モータラック式で回転する。また、水門の上の管理橋がかかる。平常時は全門開門で、洪水時は全門閉門。2003年着工、2006年竣工。ありがとうございます。